ジャパニーズ。パスコミする。ザキ。スロー。スリーです。よしよしよし。よしよしよし。やめる。ちょっと待ってよみんな。待たないよみんな。はい、という感じでね、今日は撮影ですね。撮影の裏側に来てますんで、密着という感じで、まあ大したことじゃないんだけどね。まあ撮影か言ってなくて。お前何の撮影か言ってねえよ。何の撮影かと言いますと、某ブランドの新作って言っても過言ではないんじゃないか。過言ではないんだ。はい、みたいな感じでね。おー、ヤングサクしてんぞという感じで、しばらく撮ってくんで、ちょくちょく回してくんで、ラフな感じで、今日はね、まあ、ちょろんちょろという感じで、はーい、せーの、いっちゃってー、はい、はい、ジャパニーズ、やっ、やっ、カメラオン、今ね、ザキルが撮ってるんだけど、はい、めちゃめちゃかっこつけてるね、かっこいいよ、今回はですね、はい、ウミホクっていう、ウミホク。新しくできるブランドなんですけど、そのブランディング作る人が2、3年くらい前から知り合いになってて、今回それで手伝わせていただいてます。めちゃめちゃかっこいい。やばいっすね、これパンツも超やばいっすね。かわいい、かわいい。いいよ。めちゃくちゃかわいい。ウミホク、どうザキルです。ダオギャル大体ザキル好き。お願いします。急に地方の営業みたいなのやめて。やばいだろ。やべ、勝ったぜ。ハロー、ハロー、ハロー。自分って、なんか面白いこと言って。黙れ。なんか面白いこと言って。ザキル大体口臭い。スルブ。やば。ジャパニーズ。やばいやついるぞ。もうやばすぎてこんなの。はい、ということでね、最初まずロゴを見てほしいわけですよ。せーの、ボーン、やー。お前ちゃん、なんて言うの。ウミホクです。まあ主に T シャツ。そうだね、はい、T シャツがまあありまして、白と黒ですね。もう本当に可愛らしい。それおばあちゃんから孫に言うやつ。パンツもありますけど、パンツは一点物ですね。そう、全部一点物。俺さ、見たの、履いて見たんだけど、一個一個さ、この模様がちょっと違うのよ。模様ってか全部な。あ俺的には他のブランドと違った可愛さというか、デザインとかもかなりこだわってるなって感じたし、ただのパンツじゃなくてちょっとアクセサリーとかもついてて、そうなんよ。もう本当に作った人のこだわりが全面に出てるな。間違いない。で、セリム、どうでした。こういう…うるさい。やばいな。自分じゃ履かない。そうだね、感じを今日着て、なんか新しい自分に出会えたと言います か、 かなり新鮮な撮影。確かに、ね、超楽しかった。すごいなんかいつもと違う顔してる、うん、てな感じでね。今日ね、ほんと一日中撮影してもらっても本当に良かったです。何よりもね、概要欄に貼ってあるんで、そこだけチェックしてください。チェックしろよ。前回を見たやつ、は